答えてくれるかな。もうしっかりと丁寧にいっぱい書いてくれてます。ワクワクしますね、長いとね。じゃじゃじゃーん、クリスマスまで日にちはあります、プレゼント募集中です。ここまで今日直接渡せますからね。はい、あら、まあなんか一番初めから元気なご挨拶をして、じゃあせっかくなので、まあ、トークショーなのでね、どうやらどんなプレゼント欲しいのね、もらえるかはわからないけどちょっと聞いておきましょうか。どうやら欲しいもの何かあるのかな、何が欲しいの。休み、それはさ、みんながどうにかしてくれるものなのかな。どうやってくれよって言われてもさ、それみんな難しいよ。もっとなんかこうでモレラギフで買えそうなものとかある、欲しいもの。休みはちょっと買えないと思うんだけど、どうだろう。休みが欲しいほど忙しいドアラだと、ちょっと何が欲しいの。小さいモバイルバッテリー。なんかすごい現実的な、小さいがいるんだね。小さいのが欲しいみたい。小さいモバイルバッテリーだって。なになに、充電切れそう。これ今の状態の話、ドアラが、ドアラが切れちゃうの。ドアラってバッテリー式だったんですか。あ、そうなんだ、ちょっと大変だね。じゃあちょっと後でね、充電しましょう。やめて、切れないでよね。待ってよ、準備万端で来てくれたでしょ。そんなダメだよ、ちょっとバッテリー変えないと。はい、さあということでね、ドアラの欲しいものはね、小さいモバイルバッテリーでしたが、ドアラはなんかクリスマスってサンタさん、来年の目標はあったりしますか。ね、今年は30周年ということで節目の年でしたが、また新たに31年目になっていきますが、来年気持ち新たにどんな目標があるのかちょっと聞いていきたいなと思います。あるかな。ドアラ休まない。あ、立派な目標だけど、ずいぶん気にしてるみたいで、ね、第1部見てた人は分かると思いますがね、ちょっと反省点ということで、ね、今年1年振り返って体調不良を気にしていましたが、来年の目標は試合を休まないということで、ね、だからそのためにはしっかりと管理して、ね、やっぱ休みも早めに取れるようにしないとね。なんか震えてる。え、どんなプレッシャーの中でやってるの、ノアラは。なんか泣いてる、大丈夫。どっかに相談した方がいいんじゃない、大丈夫ですか。あ、バッテリー切れそうです。あ、そのためにもね、今の話。やめて。そんなステージの上でバッテリー切れないで。そうね、でも本当にバッテリー切れにならないようにね、皆さんからいっぱいパワーもらってね。ね。えって、なんでみんなからパワーをもらうんだよ。あいや。皆さんが応援してくれるのでね、いっぱいパワーをもらって来年も頑張っていきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。ということでここまでにしまして、続いてはメッセージを最後にお届けします。何、寒いからあったかいもの食べてたくさん寝てくださいでした。さあということで、中日ドラゴンズマスコットキャラクター